大きな絵で見たときに、やはりパソコンの市場をもっと活性化させていきたいというのが我々の根本にあります。そのためにやはり新しい形のパソコンですとか、その利用体験というのを、具現化したく、今回コンピュートスティックの発表をしたんですが、テレビに挿すとそのままテレビがパソコンに変わるということでして、それはテレビとして利用していて時々パソコンって、例えば調べ物、それとか買い物ですよね。新しいショッピングエクスペリエンスといいますか、ウェブショッピングができますし、また例えば YouTube とかそういった動画も、今まで小さいパソコンとかスマホとかタブレットの画面で見てたものが大きな画面で見れる、そしてみんなで見れると、また軽いというか小さいので持ち歩けるというのも非常に新しいことでして、使い方って広がっていくと思います。やはりパソコンの新しい使い方ですとか、そのコンピューターを使ってどうやってライフスタイルが、より楽しく、より良いものになっていくかと、新しい製品ですとかサービスを開発していきたいと思っております。